皆さんこんにちはレック専任講師島村ですこれから平成28年度のですね測量手法本試験の解説講義を始めていきたいと思いますまずはですね皆様にお疲れ様でしたと言いたいと思います測量手法試験やはりですね試験まで皆さん努力して時間を過ごされてきたと思いますけれども今はですね皆さん心地よい疲労感にね達成感に包まれているんじゃないかなと思っています 測量手法試験の解説を始める前にですね今年のちょっと全体的な印象を述べてみたいと思うんですけれども測量手法の試験、まあ、私やはり仕事柄ですねずっと何年も受けてるわけですが今年の,の試験は受かるという意味ではですね非常に合格しやすい年であったかなという気がしています。 まああの答えやすい問題がすごく多かったんですね。半分ぐらいの問題がほとんどのまあ普通に勉強した方であれば取りやすいと感じる問題で構成されていたというふうな印象を持っています。ただ難しいものもあのわずかながらあったので満点取ろうとしたらそれは難しいとは思いますよ。ただ合格するという意味ではですね、えー、比較的まああの恵まれた年であったと考えています。 ではあのこれから解説をするんですけれどもおなかとねえ全部解説してもまあ今の皆さんにはあのもしかしたら必要のないことかもしれませんのでポイントを押さえて進んでいきたいと思います皆さんのお手元にはあのこちらのね本試験の問題冊子ございますでしょうかこれがですね、えー、試験最後まで会場に残っていると一応もらえるはずのものなんですねで一応皆さん持っている前提でお話はしたいと思います。 思思ってていいいいます、えー、まますす一応移しましょうかかでは1問目から見ていきたいと思いますちょっと私の方で書き込んでしまったりしているんですけどもね、えー、次の文は測量法に規定された事項について述べたものである明らかに間違っているものはどれか次の中から選べ間違っているものだけ挙げていきましょうね。 1>, 1番測量とは土地の測量を言いい地図の調整及び測量用写真の撮影は含まないものとするとありますけれどもこれは×ですよね含むんですもんねですんで1番が×でこれが正解となりますほとんどの皆さんこれ解けたんではないでしょうかねこの文章というのはほぼ毎年のように出ていたと思いますでは次はあ2問目です え次の A から E の部分は公共測量に従事する技術者が留意しなければならないことについて述べたものである明らかに間違っているものはいくつあるか次の中から選べ内容的にはかなりりり新ししい切り口のものももありましたでこれはですね、えー、作業規定とか測量法とかそういうことではなくてどちらかというとま常識で考えてみてどうかという問題であったような気がします。 間違っているものを見ていきますね A 測量計画機関から対応された測量成果などのデータをコピーした USB メモリを紛失したが会社にバックアップがあり作業進捗に何ら影響がなかったため測量計画機関には作業終了時に報告した対応された資料ですよねもしかしたらそこに個人情報なども含まれていたかもしれないものですよねでそういった非常に重要なものを紛失して した場合にですね、えー、バックアップがあるからといって、えー、測量計画機関に報告しないわけにはいかないんですよね。そう紛失したと分かった時点で速やかに連絡する必要があったはずです。A はですね B 測量計画機関が発行した身分を示す証明書は大切なものであるから現地での作業はカラーコピーした身分を示す証明書を携帯したこれ測量の身分証明書って言うからわかかんないのわか,からなくなるかもしれないんですが免許証に置き換えて考えてみてください本人確認の際にですね免許証を見せてくださいって言われて渡されたものがコピーだったらどう思いますか余計怪しいですよね身分証明書っていうのはオリジナル原本だからこそ 意味があるものなんですね。ですので、B もバツですね。あとはですね、C、D は正しいです。E、水準測量作業中に氷尺が通行中の自動車に接触し、ドアミラーを破損したが、その場で事弾が成立したため、特に測量計画機関には報告しなかった。作業中の事故ですからね、えー、測量計画機関にやはり報告する必要、義務があると思います。 A、B、e、この3つが誤っておりますので選択肢としては4が正解になります3つだから3じゃないですよ3つだから4の選択肢を選ぶことになります、えー、っと次の問題ですねこちら字見えますかね次の文は地球の形状と地球上の位置について述べたものである明らかに間違っているものはどれか次の中から選べこれはですね2番が間違っています ジオイドは重力の方向に平行でありと書いてありますが重力の方向に直行しているはずなんですね地球の形状と大きさに近似した回転楕円体に対して凹凸があるということで平行ではなく直行二番がバツでこれが正解ですはい四問目です次の文はトータルステーションを用いた水平角観測において生じる誤差について述べたものである望遠鏡の正反の観測値を平均しても消去できない誤差はどれか次の中から選べ これもこれかなり答えやすい問題で、えー、絶対落としてほしくないものです正解は3ですね TS の延直軸が延直線から傾いているために生じる延直軸誤差延直軸誤差は基本的に観測上の工夫で消去を軽減する方法がありませんですのでこの3番が×ですねえーまあ、正解ですね 5ページですで計算問題ですね今年計算問題も結構少なかったんですよね28問中本当に計算らしい計算問題っていうのはわずか確か8問なんですね。えー、この三角水準測測量性片方観というのはまあ久しぶりではありますけれども測量の学習事項としては重要なものであったと思いますので、えー、皆さん基本的には押さえていてくれたかなと思っています。 図5の通り、進点 A の標高を求めるため、基地点 B から進点 A に対して、肯定角 α および射距離 D の観測を行い、表,の表5の結果を得た、進点 A の標高はいくらか、最も近いものを次の中から選べ、えー、ただし、基地点 B の機械高 IB は 1.50m、進点 A の目標高 FA は 1.70m、機械高 B の標高は 250.00m、両差は 0.10m とすると。 この三角水準測量で片方観測で間違うとすると両差の扱いなんですよね両差っていうのは奇差と急差を合わせたものです奇差と急差では急差の方が影響力が強いので合わせた両差は正の,の観測の場合は相手が低く見えるのでプラスで補正をし,しないといけない誤差ということになります B 点の標高は250メーターです。250メーターに機械高 IB を加えます。1.5メーターを加えて、そして射距離と三角関数でわかる部分を計算で求めます。1200メーターかけることのサインマイナス3度です。マイナス3度のサインの値は関数表を見て調べていきます。関数表を見ますと0.05234という数字が出ていたと思います。 それを使ってこの部分の差を求め最後は機械口 AFA1.7m を引きますでその求めた値に最後量差の0.1を加えないといけないんですね相手が低く見えるので足して補正をしないといけないその計算を行いますと3番の 187.09m という値を得られたと思います、はい、では進んでいきまして、えー 6問目ですねナンバー次の A から E はトータルステーションによる距離測定に影響する誤差,あ誤差であるこのうち距離に比例する誤差の組み合わせはどれか次の中から選べこれちょっと久々だったんですけれども特に平成10年代にものすすごくよくよ聞かれていた問題なんですねでここでまた、あのー、久々に出たという気がしていますが。 あのー、この距離にに比例すするしないい関ててはやはやりり一通り覚えていたと思いますでこの中でですね比例する誤差というのは B の変調周波数の誤差1秒間に何回あのー、波の強弱をつけるかというやつですよね変調周波数の誤差とあとは気象測定の誤差気温気圧湿度それらの誤差を原因として発生する距離の誤差ですね。これが 距離に比例する誤差を与えますので B と E4 番の選択肢が正解となります。はい、でこれもですねあの皆さん解いて欲しいてし7問目 GNSS 測量器を用いた基準点測量を行い、基線解析により基準点 A から基準点 B、基準点 A から基準点 C までの基線ベクトルを得た。 表7は地震直行座標形における x 軸 y 軸 z 軸方向についてそれぞれの基線ベクトル成分 ΔxΔyΔz を示したものである基準点 b から基準点 c までの基線ベクトル成分を求めた時基線ベクトル成分の符号の組み合わせとして正しいものはどれか次の中から選べただしプラスマイナス0の符号はプラスとするなんとなくわかるようなわかんないような問題ですよね。 これはですね、えー、A 点に座標値がないから分かりにくくなっちゃってるので仮に A 点の座標値を xyz ともに1,000だというふうに考えてみてください。例えば B のおーその x 座標値を求めるとすると A は1,000ですから 1,000+100 で1,100になりますよね。で C 点の x 座標値は1,000-100で900になりますよね。 C から、ごめんなさい、b から c までの基線ベクトル成分を求めるわけですから1100から900を考えるとマイナス2 0 0ですよね。ということはデルタ x の符号はマイナスになるはずです。で選択肢のところがですね、えー、x の符号が1から4までプラスなので。 これマイナス選んでいいのかってちょっと不安になっちゃうところではありますけれどももうその x 座標値の計算だけで一応この問題は解けますで同じように考えていくとデル,タデルタ y デルタ z はそれぞれプラスとなりますので、えー、確認しておいてください8問目です次の文は GNSS 測量器を用いた測量における誤差について述べたものである明らかに間違っているものはどれか次の中から選べ 1GNSS 1アンテナの向きを揃えて整地することでマルチパスの影響を軽減することができる GNSS アンテナの向きを揃えることによって何ができるかっていうとそのののアンテナの電気的特性の影響をです、ねえー、多少なり軽減でできるんですねマルチパスの影響を軽減するためには例えばあの低い行角のですね、えー GNSS 衛星からの電波を受信しないとか建物とか看板とか金網とか電波を反射させるものの近くで観測をしないとかそういった方法になるんですね。アンテナの向きとマルチパスっていうのは関係ありませんので、えー、1番が正解となります。 あとここはですね悩ましいところは一応挙げておきますと3の選択肢で行革の低い GNSS 衛星を使用すると対流圏の影響による誤差が増大するとありますが対、あのー、流圏というのは分かりやすく言うと地球を取り巻く大気でで満たたされた部分なんですねその気温気圧湿度などの影響を受けやすい部分なんです。 まあ、トータルステーションなどの高波測距離と違って GNSS 測量機の場合には標準大気モデルを使えば補正できるわけですけれどもその行角が低いと対流圏を横断する部分の長さが長くなるんですね。ですですので3番は悩ましいところかもしれませんが合っています。はい 8問目は1番が正解ですね悩んだと思いますけれども一応答えやすい方の問題かなとは思います9問目ですね次の文は公共測量における水準測量を実施する時の留意すべき事項について述べたものである明らかに間違っているものはどれか次の中から選べこれは 本当に簡単です。3番ですよね。進展の観測は永久標識の設置後直ちに行う。24時間経ってからじゃないといけないですよね、最低でも。まあ、理想言うなら1週間後とかなんですけれどもね。水準測量って一級水準測量だと0.1ミリとかいうそういう精密な高さを測っていくわけですよ。 永久標識設置する場合には普通セメントとかで固めていくんですけれども設置直後は固まってないわけですよね固まってない状態で測っても後で変わってしまう高さが変わってしまう可能性がある限り無駄になる可能性が高いわけです,よ、ね、ですからそういうタイミングでは絶対に測量しませんので3番が×でこれが正解です。 10問目ですね。次の A から D の部分は水準測量について述べたものである A から A に入る5句の組み合わせとして最も適当なものはどれか次の中から選べ A 接眼レンズで十字線が明瞭に見えるように調整し目標物への焦点を合わせることで A による誤差を小さくできる A には四準線か示唆が入りますけれどもこれは示唆なんですね。 えー、ちゃんとねピントを合わせて観測しようよということですよね。で B 漂着の最下部付近の指順を避けて観測すると「E を小さくできる「E には地球表面の湾曲による誤差これ急差ですよね急差か大気による屈折の誤差が入りますがこれは大気による屈折の誤差が,屈折誤差が入ります何でかっていうと地面付近っていうのはあの「副射熱」の影響で。 光が曲がりやすいんですね屈折しやすいんですですんでその辺り漂着の最下部2 0ンチ以下っていうのは避けて観測するようになっています C う誤差を消去するためにはレベルと漂着の間隔が等距離となるように設置し観測する延直軸か四準線かっていえばこれは四準線誤差ですよね D え誤差を小さくするには三脚,の特三脚の特定の一本を常に同一の標尺に向けて設置し観測するこれは円直軸がが入りりまますす組み合わせとしては5番が正解になりますねこの難しいとすれば「あ」に入るのが「しさ」か「しじゅん線」かでこれあんまり取り上げられない誤差なのでねえ悩んでしまったかもしれませんね。はいでは11問目です。 次の部分は水準測量で使用するレベルについて述べたものである明らかに間違っているものはどれか次の中から選べこれは5番が誤りです。 自動レベルはコンペンセーターが地盤などの振動を吸収するので十字線に対ししてては,は静止して見えるこの選択肢この文章が本試験に出てくるのってもしかしたら20年ぶりぐらいのような気がするんですけれどもコンペンセーターっていうのはですね、えー、自動レベルの場合プリズムをぶら下げていてプリズムが重力の働きで傾くことによって始巡線が必ず水平になるというものですが 地面が揺れる限りはそのコンペンセーターも安定せずに揺れ続けるんですねですから振動を吸収するようなことはありませんので5番がバツですはい12問目ですこれはですね難しい問題ですけれども難しい問題ですけれども過去問で同じようなひっかけが出ていたのでそれは思い出してほしいなと思いました ただ本当にこれ計算も面倒だし時間がかかるので、えー、こ今年の本試験の中ではあのー、ベスト3に入る難しい問題だと思います。えー、っと今回1から A から B まで観測を行う間に進展 1, 2, 3を設置しています。それぞれの往復の観測の高低差が書いてありますのでそれぞれの区間の観測の 誤差を格差をを格求めていきますで A から1の部分というのは格差が 0.3mm1 から2の区間の格差は 1.6mm2 から3の間の格差は 0.4mm3 から B の間の格差は 1.0mm です。これに対して誤差の許容範囲を考えていきます。誤差の許容範囲は 2.5mm√S ですよね。 360メーターというのはメーターです。2.5ミ、mm、リメータールート S の S はキロメーター単位で入れていきますので、0.36キロメートルということになります。ルート0.36は0.6ですので、2.5ミ、mm、リかける0.6で1.5ミ、mm、リというのが観測距離360メーターに対する誤差の許容範囲です。 とすると a から1は 0.3mm3 から b は 1.0mm なので少なくとも1 a から13から b は誤差の許容範囲内に収まったことがわかりますじゃあ 440m に対する誤差の許容範囲はどのようにして求めていくかこれがなかなかめんどくさいんですねえー、2.5mm√0.44 ですよねで 2.5mm えー、5ミリメーターああかけることのルート0.44このルート0.44をどう開くかっていうのが難しいところですがルート0.44っていうのはルートを変形しますと44かける0.1かける0.1になるんですね。 0.1×0.1 の部分を外に出すとルート0.44というのはルート 44×0.1 になりますので、えー、関数表を見てルート44を調べます。ルート44を調べて6.63325という数字がごめんなさい出てくると思うんですね。えー、ルート44のところがでこれを。 小数点を一個ずらして、えー、0.663325というのがルート0.44です。それをさらに2.5ミ、mm、リメーターにかけますと440メーターに対する誤差の許容範囲が求められるんですね。そうするとまああのー、0.6633だとちょっと大変なので0.66でざっくりと計算してみると1.65ミ、mm、リメーターと。 いう誤差の許容範囲になるんですね小さく見積もっても1.65なんですが誤差の値っていうのが1から2の区間は1.62から3の区間は0.4なので実は A から11から22から33から B 各区間はすべて誤差の許容範囲内に入るんですね。でですので ここで5番の選択肢を選びません。なぜかというと、もう一つ確認すべきところがありますよね。それは、A から B までの全体の区間です。360m、440m、440m、360m、合計しますと 1.6km ですよね。1.6km に対する誤差の許容範囲を計算していきます。 計算しますと3.16ミ、mm、リメートルという値が出てくるんですねで。これもちょっと計算が厄介なんですけれども、ともあれこの全体のですね、えー、1.6キロに対する誤差の許容範囲と1.6キロに対する全体の格差を比較するんです。そうしますと全体の格差は3.3ミリになってしまって、全体としては誤差の許容範囲を超えてしまうんですよね。 とするならば各区間が誤差の許容範囲内に入っているとは言っても全体で超えた以上どこかを採測しなくちゃいけないんですよどこかをでそうなってくると採測すべきは誤差が一番格差が一番大きかった1から2の区間になりますので2番が正解なんですねで、この問題のいやらしいところは散々計算させて えー、最速の必要はないと一瞬思わせてしまうことなんですね。まあ、全部誤差の許容範囲この誤差の許容範囲内に入っているかどうかを計算するのも相当煩わしいんですよ。2.5ミ、mm、リメーターかけることのルート1.6っていうのをですね、えー、計算するのもすごい大変なんですけれども、これもルートの変形で求めていきますが、その全体で誤差の許容範囲内に対しては入っていない制限を超えていると。 いうことを気がつくのが大事ですでも難しいんですけれどもこれもですね、えー、まあ、あ昔出たひっかけの形ですので、えー、解けた方はいらっしゃるんだと思いますただ問題としては相当本当に難しいし時間もかかったと思いますこれ解けた人はまあ、拍手だと思いますね13問目です トータルステーションを用いた縮尺1分の1の地形図作成において標高 110m の基準点からある道路上の点 A の観測を行ったところ角度、車距離の結果が得られたその後点 A に TS を設置し点 A と同じ道路上にある点 B を観測したところ点 B の標高 66m 点 AB 間の水平距離 96m の結果が得られたこの時点 A と点 B を結ぶ道路とこれを横断する標高9 m の 90m の等高線との交点はこの地形図上で点 B から何センチの地点か最も近いものを次の中から選べとで、この問題は絶対解けないとダメなぜかというと毎年出てるからですあの本当にこの平成20年に作業規定が変わって平板測量がなくなって以降の本試験平成21年以降の問題はほぼ毎年のようにこれと同じ形式で出てたはずです ですのでこれはきちんと解いてほしかった、えー。まず点 A の標高を求めていくわけですが、110メ、あのーターの基準点から斜里24メーター、高低角が30度マイナス30度とありますので、えー、24メーターの高低角30度計算しますとこの高低差が12メーターになりますよね。 で110メーターから12メーターを引いた98メーターというのが点 A の標高です点 B との標高差は98メーターと66メーターの差で32メーターですで問題は標高90メーターの等高線が点 B から何センチ先かっていうことですけれども66メーターと90メーターの差は24メーターですよね 水平距離が九十六メーターに対して三十二メーターの高低差があるとき、二十四メーターの高低差に対して水平距離がどれくらいになるかというのを比例計算で求めていきます。三十二対二十四イコール九十六対 x。まあこの立て方っていうのはいくつかあると思います。で求めていきますと、この時の水平距離が七十二メーターだというのがわかると思います。七十二メーターを千分の一した七点二センチ。三番が正解です。 はい14問目です次の文は地形測量における地形の表現方法について述べたものである明らかに間違っているものはどれか次の中から選べで今回その回答速報でもちろん回答を特定していくわけですけれどもこれ一番悩みました正直。でまああのー、結果としては これはですすね5番がなんだと思いま等高線が図面内で併合する場合必ずその内部に山頂がある等高線が併合している場合どん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 その併合してる面積が少なくなってって最後山頂があるのが普通です確かに。ですけれども等高線ってあのお家へこんでる窪地の等高線も存在しますよね。 窪地の等高線の内部には山頂はありませんのでこの文章の中で「必ずその内部に山頂がある」っていうとちょっと表現として強いかなということで、えー、これがね原則としてその内部に山頂があるって書いてあったら間違いなく丸なんですけれども必ずその内部に山頂があるって書かれてしまうとそのくぼ地の等高線がある以上は×かなということですね。 で悩んでしまったのが、4番の山のお姉さんや谷線は等高線と直角に交わるで、これ実際書いてみると等高線と完全な形で直角になるかというとちょっと悩ましいんですね。で、ただ、あの接している交わっている部分では直角って言っていいかなということでえー、5番の方が間違いとしては可能性が高いかなと考えています。 はいあの14問目の答えは5番これが誤りというのが現時点での,あの解釈です、はい、15問目です次の A から D の分は公共測量における地形測量のうちトータルステーションまたは GNSS 測量器を用いた細部測量について述べたものである A から A に入る語句の組み合わせとして最も適当なものはどれか次の中から選べ A 細部測量とは地形地物などを測定し A を取得する作業である数値地形図データですよねグラウンドデータとかそういうのはですね、えー、航空レーザー測量の方で使う言葉のはずです BTS を用いた地形地物などの測定は主に「イ」により行われる「イ」放射法ですよね、えー、点観測法っていうのは あの gnss 測量機のですね、えー。方で使う言葉です。cgnss 測量機を用いた地形、地物などの測定は、これは基準点と観測点の質感の質がなくとも行うことができるですよね。上空視界は必要ですもんね。 D 地形地物などの状況により基準点に TS を設置して作業を行うことが困難な場合絵を設置することができる TS 点ですで。仮想基準点というのはこれはですね、えー、GNSS 測量の方で使う言葉なんですね。組み合わせとしては2番が正解です。16問目です。 画面距離 9cm、撮動面での阻止寸法6マイクロメーターのデジタル航空カメラを用いた数値写真の撮影計画を作成した。撮影基準面での地上画素寸法を1 5センチとした場合、撮影高度はいくらか最も近いものを次の中から選べ、ただし、撮影基準面の標高は0メーターとする。 でこれはですね素子寸法が6マイクロメーター6マイクロマイクロっていう単位が分かんないとその時点でアウトなんですけどこれは絶対知っておいてほしかった1メーターの1000分の1が1ミリメートル1ミリメートルの1000分の1が1マイクロメートルですからあ1メーターから考えると 1000×1000 1000で100万分の1になるんですね。 六合ってます。零点ゼロ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 六ですね、えー。それがですね、六、えー、マイクロメーターというのをメーターで表した時の単位です。十五センチと六マイクロメーターの大きさを比較します。これを逆にマイクロの方に統一すると、十五センチっていうのは十五万マイクロメーターなので、十、え、五、ー、万割ることの六は二万五千になるんですね。 縮尺としては二万五千分の一のはずです。画面距離が九センチということですから。撮影高度は九センチの二万五千倍で、二千二百五十メーター四番が正解になります。はい、でもこれもですね、過去に似たような問題出てたはずですよね。解いてほしいなと思います。十七問目ですね。 「図17」は公共測量における空中写真測量の標準的な作業工程を示したものである「あ」から「え」に入る語句の組み合わせとして最も適当なものはどれか次の中から選べ「であいうえ」とありますけれども対空標識のの設置の後にいが来てますよ、ね、えー、少なくとも撮影っていうのは対空標識を設置した後のはずなのでえー、あ」に撮影が来てるのは「 絶対違うんですねそうなってくると2と4が選択肢の候補から外れますよねで、そして、えー、正写変換っていうのは写真地図作成のところで出てくる言葉なので3、4、5は選択肢から外れるのでもう一番が正解だとわかりますあは標定点の設置 I は撮影うは数値編集 A は数値形図データファイル作成です 17問目は1番が正解です18問目ですね次の部分は公共測量における航空レーザー測量について述べたものである明らかに間違っているものはどれか次の中から選べえー、5が誤りです航空レーザー測量では雲の影響を受けずにデータを取得することができる天候の影響は受けてしまうのでこれが誤りなんですねはい5番が正解です 19問目です。で、この問題で図が与えられたのは、ちょっと自分知らないんですけれども、いわゆる等の公式とかそういうふうに言われるものですね。図19のように航空カメラを用いて1800メーターの高度から撮影した延長空中写真に、延長に立っている直線状の高塔が長さ9.5ミリで写っていた。この高塔の先端は、主点 P から7.6メーター離れた位置に写っていた。 この高等の立っている地表面の標高を0メーターとした場合、高等の高さはいくらか最も近いものを次の中から選べ。えー、比例関係を作ります。1800メーター対求めたい等の高さイコール7.6センチ対9.5ミリ。 で単位に気をつけて計算をしていきますと、この求めたい塔の高さっていうのは225メーター、4番が正解だとわかります。比例関係立てられるかどうかですね。1800メーター対塔の高さイコール7.6センチ対9.5ミ、mm、リですで。この問題で意地悪だと思うのは単位の与え方が違うんですね。その9.5ミ、mm、リ ミリという単位と7.6センチセンチという単位が混在しているのがまあ、意地悪といえば意地悪かなと思います。でもこれもね、繰り返し出ている問題だとは思います。16ページの20問目ですね。次の文は、下記に航空カメラで撮影した空中写真の判読結果について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか、次の中から選べ。 このの写真の判読も結構久しぶりなんですね。1道路に比べて直線または緩やかなカーブを描いており淡い褐色を示していたので鉄道と判読した1番これはですね、えー、合っていると思いますで2山間の植生で比較的明るい緑色で樹幹が丸くそれぞれの樹木の輪郭が不明瞭だったので針葉樹と判断した判読した針葉樹っていうのは 葉っぱが小さいので光はあんまり反射しません結果としては明るい色には映らないんですねどっちかっていうと暗く映ります樹幹は丸くありません尖っていますので2番が×でこれが正解ということになりますねで今回の問題は4の選択肢は新しい毒図の文章ですね丘陵地で林に囲まれた細長い形状の緑地がいくつも隣接して並んでいたのでゴルフ場と反読したこれは合っています で正解は2番ででですすす。ね。ね。次ですね、えー、21問目です、はい、図21は国土地理院観光の電子地形図2万5,000の一部である次の文はこの図に表現されている内容について述べたものである明らかに間違っているものはどれか次の中から選べと。 1,、えー、1標高5 5 8メー,ターの三角点から標高3 4メー,ターの三角点までの水平距離はおよそ2 0 1 0ー,ーであるこれをですね5 5 8メー,ターの三角点というのは図の左上の方にあるんですねこちらです 線路のやや左、五十五点八メーター山頂の三角点がその高さです。それに対して標高三点四メーターの三角点というのはどこかと言いますと、図のずっとですね川が南北に流れてますよね。で川の名前で丸山あ丸山川でいいんですかね。えー、そこの円山川かな。ちょっとごめんなさいわからないんですが、あのー、その 顔の名前が書いてある左に3.4メーターの三角点があります。でここの点間を定規で測ります。で定規で測って、えー、果たしてね、えー、その長さがどれくらいかっていうとこれ55.8から3.4まで測るとだいたい1 6 1ミリの長さがあると思うんですね。でそれに対してこの 地図の左下のところに縮尺といいますかスケールが載ってますよね1000メーター1キロって何センチかなっていうのを上下で測ります1キロって何センチかなって測ってみるとだいたい53ミリなんですよね1000メーターが53ミリであれば2010メータ、ま、ー、あ、2000メーターと等しいですよね2000メーターっていうのは106ミリのはずですよね それよりもはるかにはるかに長いので一番の選択肢はなんですね34っていうのは距離のやっぱり問題になってるんですが今と同じように1キロを,を5 3ミリというのを基準にしてね計算すると3と4合ってるのが分かります5の立の大橋より南側かつ円山川より東側には主に田が広があっている。 この図の右下のところ、田んぼが広がってます。それ回っているのがわかります。あと2番のトンネルの口口の東の西の標高差っていうのを見ますと、これ等高線から追っていくと正しいということがわかるんですね。1>, 1番が誤りでこれが正解になります。はい、では22問目です。見えますかね？ 次の A から E の部分は地図の投影法について述べたものである明らかに間違っているものだけの組み合わせはどれか次の中から選べ間違ってるのは B と D です B 平面直角座標系では日本全国を16の区域にって書いてありますけど19の区域ですよね。B はバス D メルルカトル図法は面積が正しく表現される投影法であるメルカトル図法が正しいのは面積ではなくて角度です。B と D のの組み合わせの3番が正解になりますね、えー、23問目次の A から E の文は一般的な地図編集における転移の原則について述べたものである明らかに間違っているものだけの組み合わせはどれか次の中から選べ間違っているのは C と D です。C 有形の自然地物 と人工の地物が近接しどちらかを転移する場合には自然自然地物を転移する。人工自然どっちを優先するかというと自然地物なので転移すべきは人工地物です。C バツ。D 三角点及び水準点を転移することができない。 底面位置を示す三角点、電子基準点、電準そういったものの転移は絶対にできないんですが高さを示すための基準点である水準点は道路沿いに設置されていることが多いので道路と一緒に転移することもありうるんですね。ですので、えー、D も×ということで4番の CD の CD 組み合わせ、これが正解になります。この辺りも解けたと思いますね。で24問目。 次の文はハザードマップについて述べたものである明らかに間違っているものはどれか次の中から選べ間違っているのは3番です洪水,水害の災害のハザードマップの使用を希望したものがハザードマップを作成した自治体の職員ではなかったので使用を許可しなかったハザードマップってそもそも何のために作るかというと当然ですね災害が起きた時にどこが災害被害を受けやすいか。 だからこそどこに逃げればいいかそういう周知すべき情報をまとめてあるわけですよ。ですからあのできるだけみんなに知っててほしいい内容が書いてあるんですね。にもかかわらず自治体の職員じゃないからあんたにやんないとかそういうことはありえないので皆、えー、が使えるはずのものなんですよ告知すべきものなんです広くですから3番はとということですね。あんまりこれ測量手法の問題っていう感じがしないんですけどもね。 はい25問目図25は公共測量における路線測量の標準的な作業工程を示したものであるだから尾に入る測量等の名称の組み合わせとして最も適当なものはどれか次の中から選べえー、っとですね作業計画が最初に来ていない3と4はまず×ですね。 えー、中心線測量と IP の設置どっちが先かっていうと中心線測量を行うための基準が IP のでもあるので IP の設置が先ですそして、えー、方線測量っていうのは路線測量の中には出てこないので組み合わせとしてはこの中ではあ2番が正解ということになりますね 作業計画線形決定 IP の設置中心線測量をしてモロボロの測量をして最後に用地幅区域設置測量26問目ですね。これも路線測量の計算問題では一番出在頻度が高いタイプの問題ですからできていてほしいと思いますね。 図26に示すように曲線半径 r=500m 広角 α=90 度で設置されている点 O を中心とする遠極線からなる現在の道路を改良し点 O ダッシュを中心とする遠極線からなる新しい道路を建設することになった。新道路の広角 β=60 度とした時新道路 BCEC ダッシュの路線長はいくらか最も近いものを次の中から選べ。 ただし新道路の起点 BC および交点 IP の位置は原道路と変わらないものとし、円周率 π イコール三点一四二とする。問題の中で大事な文章は新道路の起点 BC および交点 IP の位置は原道路と変わらないものとしっていう部分ですよね。この部分が何を言ってるかというと、原道路と新道路ではタンジェントレングスの長さは変わらないから、そこを基準に考えなさいねって言っているわけです。 原道路は半径が五百メーターですけど、口角が九十度ですから、タンジェントレングスも五百メーターです。で、タンジェントレングスが五百メーターの時の口角が六十度である場合の半径というのを逆算します。 えーっとですね。タンジェントレングスっていうのは半径かけるタンジェント2分の i で求めていきますから、500m イコール r かけるタンジェント2分の60度、すなわちタンジェント30度が、あーイコールになればいいわけですよね。よって 500m 割ることのタンジェント30度が0.57735ですから、計算しますと、だいたい 866m というのがこの道路の半径です。 選択肢で1番に866っていうのが出てきてしまいますからもしかしたらあの無理やりゆっかりすれば1番選んだ人もいるかもしれません。でもこの問題で求めたいのは半径じゃないんですね BC から EC' ダッシュ間の距離なので円周、えー、率使ってその個の長さを求めていきます。2 r ×の 360° 度分の 60° 度となります。 ので計算しますと、これは九百七メーター四番が正解として、えー、求められるはずです。二十七問目。この等積変形の問題も結構久しぶりだったんですね。えー、もともと a b c d という。 土地の形があるんですけれども、この形まああのー、四角形単なる四角形だったんですね。それを60%の大きさにして、adf e という長方形を作ります。その時の f の x 座標値がいくつかっていう問題を。解いていくわけですけれども。 この長方形の面積が abcd の60%って言っていますから abcd の面積をまず座標法で求めないといけないんですね座標法でこの abcd の面積を求めていくと 2450m になります 2450m の60%っていうのを計算しますと1470平方メートルになるんですねそして a から d の この間の長さっていうのは y 座標値から求めていくと d の y 座標値が 45ma ーーの y 座標値が 10m ーーですから45 10で35メーターだとわかります。長方形の面積を求めるのは縦×横ですから 1,470m ーーを35で割りますとこの長方形の縦の長さは 42m ーーになります。 で例年であれば選択肢の中にですね 42m というのがあってそれを選ばせたいところですけどこの問題ではその選択肢がないんで、えー、勘違いいしてででも気づいちゃうんですね 42m に何をするかあとは D 点の X 座標値である 10m を加えて 10+42 で 52.00m2 番が答えというわけです。うん、あのー 60%いつも透析変形だったんですけども60%にするっていうのがちょっと変わった問題ではありましたねはいでは最後の問題です28問目次の部分は公共測量における河川測量について述べたものである明らかに間違っているものはどれか次の中から選べでこの中ではですね間違ってるのは5番です定期横断測量では水際食いを境にして 陸部は横断測量を、水部は新線測量を行うですね。水際食い距離表ってなってますから、これが誤りということになります。はい。 まあ、ざーっとすごい勢いで解説をしてしまいましたがやはりですねご覧いただいた通り答えにくい問題っていうのはやはりありましたけれども全体としてはあの過去問の焼き直しがすすごい多かったんですよねでそうでないものに関しても,も分かんない足はありつつも答えだけは特定できるっていうものも多かったので、えー、まあ測量手法の試験は18問受かれば合格できますけれども。 あのー、真面目に取り組んだ方はかなり余裕を持って合格できたんじゃないかなという気が、まあ、勝手にしていますで。測量司法試験というのは、まあ、何のために受けたか皆さんそれぞれ理由がおありだと思うんですけれども最終的には土,土地価格調査士につなげたいという方が多いと思います。で測量司法の方は 大半の方がこれで多分卒業できると思いますので、これから土地科学調査士の方を学習を始められる方はですね、えー、東京リーガルマインドは非常に優秀な土地科学調査士の先生が数多くいらっしゃいますので、ぜひその方の講義をですね、聞いていただけたらと思います。とりあえず、しかしながらこれで一つ区切りがついたと思います。皆さん、測量収容試験の受験、お疲れ様でした。では、これでですね、解説の方を終わりたいと思います。ありがとうございました。